よし、行くか。ベロニカが吸われた魔力を取り戻しに行くために、まあ大樹からヒントをもらおうと。ふぅふぅ、もっといけねえここを通るには合言葉が必要だったな。ほう、と言いますと、そうだちょっと可愛いな。闇心あれば影心。これあれなんだよな、俺絶対覚える必要あると思ったけど、覚えなくていいんだよな。選択肢3つぐらいでどれですかってなるんかと思ったら、全然そんなことないんだよな。いや、何のためのやつってなるよね。だからさあ行くか。どっからともなく声が聞こえる。ここを通りたくば合言葉を言え。はい。闇心あれば影心。俺があれだけ注意したのに、獲物に逃げられやがって、ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。嫌な上司。嫌な上司だよ。桁外れの力と極上の素質を秘めた、何年に一度現れるかわからない逸材だった。まあ、これは本当らしいな。ベロニカがすごいっていうのは。あの女の魔力を全部納めすれば、いずれ現れる魔王様の身に。あ、まだ現れてないんだっけ？だろうに。いるよな、確か。それを、お前らは、いやー、魔王だって。間違いないわ、あの魔物たち。ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴らよ。呪文打てばよかったのに。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。あれ竜、え、竜竜なんですか。閉じ込められているはずだわ。電電竜との色違いだから。なるほど、竜なのか。あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたもんかな。ダン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 。なんでおめえらはこのデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがってん。ははなるほど、おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。違うんだけどな。取り返しに来たんだけどな。ぶち切れて待てとはこのこと。寝て待てじゃ。さあ、野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力、全部吸い尽くしてやるぞ。ぶち切れて待てなんて言葉ねえよ。誰も幸せになれてねえじゃないか。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。およ。わー、ちゅうことで、まあボス戦だな。伝大一味さーてと行きましょうか。デュアルブレイカー、デュアル勝った。よし、あれ雑魚かな。魔王様の右腕になるという俺様の野望もここで言えるのか。お前じゃ足の小指にもなれねえよ。おい、その魔王ってのはなんだ。さっきもそんなこと言ってやがったな。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。命あっての得だねとはこのことよ。多分違うだろ。命あっての物種かな。いずれ現れる魔王か。まあ命が一番大事ってことだよ。命があって初めて物種に命がある。私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。
これちょっと細かいよな、このさ、洞窟とかの中だったら声反響してるのが細かい。おん？おい、浴びろ！顔突っ込め、顔突っ込め、顔。これで魔力が戻るといいんだけど。ちょっとなんか無駄出てそうじゃない？60% ぐらいしか吸い取れてなさそうだよな。そんな、お姉様の姿が変わっていない。魔力は戻らなかったのですね。これは、繋がるんだよな、どっかに。ご心配なく。確か、確か。伏線というか。ふっ、この動き、どっかで使ったぞ。ギンギンに満ちているのがわかるわ。ですが、お姉様。ちょっと、あんまり良くないか、この反応。年齢までは元に戻らなかったみたいね。まあ、いいんじゃないの？寿命は、でも、伸びてんだから。せっかく若返ったんだし、まあ、いいわよね。知識はそのままにね、お姉様らしいですわね。なんだか、その姿のお姉様も、いやだな、俺はこうはなりたくないけど。ところで、ねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして？ええ、もちろん妖精にゃ。ベロニカ顔でかくね？気がついたみたいね。年の割に。さすが私の妹だわ。顔でかくね？命の大樹に。選ばれし勇者よ。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に代えてもあなたをお守りいたします。嫌だよな。女の子にそこまでされたくねえよな。災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。よかったー。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に暖かな光を宿していると。うん。人を恨んじゃいけないよ。まあ、私は最初にあんたを見た時から全部わかっていたけどね。なわけないだろ、お前。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだね。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前に、もうちょっとだけ、私に付き合って。はい。もう一人、助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから、一緒に探してちょうだい。はい。勇者の一番の力は、左手のあざとかじゃなくてやっぱ、運命的なものにあるんだろうね。というわけで、まあ奥にここからしか行けないところと、まあ捕まった人たちをね、解放してあげましょうと。まあ、どこもかしこも牢獄ばかり、なんだか物々しいですわね。まあ、そうだな。おい、そこに誰かいるのか。プレイ、ちょっとマイク動かしたよ。もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は、私たちがやっつけたわ。よし、メラゾーまで牢獄ごと溶かしてしまえ。ちゃんと明かすんかい。いやあ、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。餌？まったく。あんな可愛い娘さんをほったらかして、こんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。あんたらまさかあの子を、ルコを知っているのか？心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。ふぅ、ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス？その名前どこかで聞いたことあるような。ギク！ギク！それじゃあ、
俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。あ、逃げた。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。そうだな。いやー、長く辛い戦いでした。荒野の地下迷宮を後にした下たちはホムラの里に戻り、宿屋で休むことした。そして夜が明けた。おじさん、よかった、息してた。最近見なかったからね。あ、ホムラの里と、おはよう。そうだな、じゃあ仲間はまだ増えてないか。あいつらも仲間になるんだけどね。で、神もおしゃれする？何にしよっかな、神の。神装備少ないからな、圧倒的に他と。まあ、大海賊スタイルとかでもいいか。よし。おー、いたいたいた。いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。お、やっと聞いてもらう時が来たわね。神のコスプレひどいな。勇者であるあんたと、私たち。お前どういう選手したんや、神。について。どういう選手したんじゃ、神。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし、大樹の申し子が降臨す。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。ほう。まあだから言えば、勇者と魔力は、魔力、魔王は表裏一体なんだろうな。あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。生まれ変わりね。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。とんでもない劣勢ケースなの。そこで真実を突き止めるために何十代後ぐらいに現れる、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として、私たちが大抜擢されたってわけ。いや、合ってるよな。なんとかケースみたいな、優勢ケース、劣勢ケースみたいな。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだな。一人は劣勢ケースみたいな。ね、たまにおじいちゃんから引き継いで現れるみたいな。本当考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってんの？かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。そんな女の子の首ばっか見んな。なんだよそれ。あんたらにもわからないってことかい？命の大樹ね。ん？待てよ。何かわかるかもしれねえぜ。おう。まあ、本当ですか？まあ、ルパスだな。なあ、昨日助けてやったおっさんな。実はあいつ、有名な情報屋なんだ。命の大樹について何か知ってるんじゃねえか？確か、迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。はい。あら、まだ仲間なんだよ。じゃあ酒場行こうか。まあこの街でのイベントも終わりだな。このね、まあここの階段登った先に別のあれもあるんだけど、まあ今は用はないと。もうちょっと後かな。よー、ルパスとルコ。ねえ、パパ、もう帰ろうよ。お店の人に迷惑だよ。そんなことないでしょ。あるの？あと一杯だけだから、大丈夫だって。迷惑ですね、これは。これは迷惑です。うめえよな。ふふん。よーさん、ご機嫌じゃねえか。あ、酔いを覚ます一言。俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃそいつをネタに商売してるって話だが違うかい？とんでもないよな、かわいそう。バレちまったならしょうがねえ。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる
天才情報屋ルパスター、俺のことよ。何もかっこよくない。俺が道を歩けばネタの方から寄ってくる。たまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな。あり、そのまま女湯に入っちまったのさ。ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ。人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。ベロニカだな。加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。お前周りにまで不運撒き散らしとるやないね。ところでおっさん、命の退治を知ってるか。命の退治に結びつくならどんな情報でもいい。ね、虫風呂ちゃんと服着てんだからいいでしょ。ほう、命の退治とはでかいターゲットだな。いいだろう。あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。ほう。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまってな。また不運。不幸にも死を覚悟したその時。その時。砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって。こいつら幸運なんじゃねえの。城に運んで解放し。一周回って。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝を。多分あれだろうな。ルパスがめちゃくちゃ不運で、ルコがめちゃくちゃ幸運なんだろうな。の枝だと思うぜ。いや、かん。まあ、お姉様。思うぜなんかい。七色に輝く命の大樹の枝ですって。行ってみる価値はありますわ。絶対せいね、これあれだよな。そうね。命の大樹の枝じゃなくて、虹色の枝を気になってる。ずっと輝き続けてるってことは、勇者を導いてくれるに違いないわ。え、虹色の枝見てみたいみたいな。あんたもたまには役に立つね。秋葉の JK みたいな。ちょっとだけど、見直したわよ。褒めてないです。いや、褒められとんかい。それではお姉様、ひとまずサマディに向かいましょう。ここから南西の関所を抜けて進んでいけば、サマディ王国にたどり着けるはずですわ。勇者様、これから先絶対打ち合わせしとる。長い旅になると思いますが、打ち合わせしてなくてこんなことできるわけない。どうかよろしくお願いいたします。はい、そんなしゃがまないで。いい、これはサムネです。それからこれ、サマディ王国に向かうんだったらあんたに預けておくわね。はい、通行手形ゲット。まああれだよな、これもらうまではね、サマディ行けないのよ。門番がサマディ王国の万兵が厳重に道を塞いでおります。そうそうそう、こんな感じで万兵が道を塞いでおりましてと。通れるはずですわ。はい、まあパスポートだよな。よし、じゃあサマディ行きましょうか。もうこの街ではね、思い出も特にないですから。はい、じゃあサマディ行こうか。あ、そうだ、わしも。これから長い旅になるでしょ？とっても便利な呪文を教えてあげるわ。ちょっと待ってね。んー、えい！ルーラーを覚えた。これでやっとね、行ったことある街を、ヒュンヒュンヒュンと行き来できますね。これでよしと、ルーラーの呪文を覚えれば、唱えれば、今まで訪れた街にすぐ移動できるの。あとでこの呪文、ここに来たくなったら呪文のルーラーからホムランスと選べば、また戻ってこれるはずよ。さあ、無心ルーラーも覚えたことだし、大樹の枝を、探す旅に出発しましょう。目指すは南西の砂漠にあるサマディ王国よと。まあ、ルーラってのはね、その、まあ、ドラクエおなじみの呪文なんだけど、ワンにもあったよな。ワンは城だったんだけど、まあ、それ以降好きな街に行けるっていう呪文になったんだけどね、その、空飛ぶ呪文で、自分のいるところから真上にピューンって飛んでいくのよ。だから、屋根とかがあるとこで、ルーラ使ったら、その、頭がね、天井にぶつかって、ドーンってぶつかって、うまくいけなかったみたいになるんだけど、イレブンからだったかな、そのルーラーをね、屋内で使ってもいけるようになっちゃったのよね。これは親切な変更なのかなとは思ったんだけど、ちょっと悲しいところがある。ファンとしてはね。まあ、あの 2D モードとかだったら、そのこれは 3D モードなんだけど、 2D モードだったらちゃんと頭ぶつけるんだけど、まあ、案の定あのめちゃくちゃイライラする。てめえもういいじゃろがーって思いながら。
だからまあいい変更なのかなって感じかな。うん、あでもおなじみだよねルーラ。はい、というわけで、あそこのね万平に手形を見せてサマディに行きましょう。よし、万平さん。おい、なんだお前たちは、サマディ王国の領地、通行手形を持っているのかと。はい、見せますと。取っていいぞ。おい、通せ。よし。行くぜ。よし。じゃあ、まあ、いろいろと準備して、行こうかな。重い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 。よし。さあ、着いたぜ。サマディ王国。まあ、砂漠の街だよな。砂漠の街だ。サーカスでもあるな。な、特色あったかな？まあ、なんか馬レースとかしてるんだよな。俺の友達にね、競馬大好きなやつがおって、ほんまに。うわぁ。未成年のくせに知識だけは一丁前のやつがいいんだよ。賑わってますね、お姉様。なんだかお祭りが始まるみたい。すごいぜ、あいつのトーク力。なるほど。このな、三部っていうんだけど、ここサマディは騎士の国と呼ばれていてね、馬のこと喋り出したらもう5時間ぐらい連続で喋っちゃうやつがいいんだよ。あの馬があれで行われるのよ。前にここに来た時、年に一度特別なレースが開催されるって聞いたわ。きっと今はそれで賑わってるのよ。で、その三部何がやばいかってさ、馬以外の趣味がないんだよ。馬のレースも面白そうだが、俺ら、俺たちの目的は、まあね、そいつに、おい、ちょっとなんか他の趣味始めようって言うけど、馬以外やらないんだよ。本当に馬しかやらない。しかも、20歳になってねえからさ、金かけれねえんだよ。金かけれねえのに、あんなやつはほっといて、この街を楽しみましょう。おもろい、ね、おもろいというか、逆に心配になるんだよな。まあ、ということで、まあ、街を探索しよう。生まれそう見にこの国へ。そうですね。運がいい、とてもいい。もうじきなんで一応のビークライス。我祭が開催されるんです。王子様の誕生を祝って開催される歴史のあるです。今年で16。王子様がね、優秀と噂の王子様が満を持して受注するんです。今からワクワクが止まりませんよ。なるほど。おい、じゃあ。あら、お姉さん。あら、素敵なお兄さん。パフパフしましょう。いいでしょ。いいんですか。あら、嬉しい。私についてきて。いやいやいや、マジで。あら、そんないっぺんにお相手できないわよ。一人でついてきていい。はい。さあ、こっちよ。ということで、仲間たちと別れました。一旦仲間たちと別れた。ちょっと見てみる？チロチロチロ。あら。あら、こんにちは。あら、見られてる？ちょっと怒ってない？勇者様も男性ですから仕方ありません。私は理解しているつもりですよ。怒っとるやん。ちま、本当にスケベね。勇者様が聞いて呆れるわ。お前好きだな。後で話を聞かす。おい、お前もじゃ。お前も興味あるんじゃないか。おい、ちょっと、ベロニカ、カミューにメラゾーマ。ねえ、ベッドに座っててね。明かりを消して暗くしてもいい。待ってました。消すわよ。イエーイ、パフ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 。うぷぷぷぷぷぷ。パフ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 。うぷぷぷぷ。これは、パフ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 。気持ちいい。どうだ、ボス。わしのパフパフはええじゃろ。私のお父さんのパフパフがとても上手なの。ああ、わしはこれで。何のパフパフじゃ。なあ。何のパフパフじゃ。どうだ、肩こりが治ったでしょ。また来てね。ということで、まあ、マッサージかな、多分。全然スケベじゃないです。どうでしたか。そうですか。では行きましょう。ということでね。まあ、サマディ城に行きましょうか。他にやることもないしな、この街。これが全てだよ。いやー、いいな。これさ、俺、まあ、ドラクエ9が人生初めてやったんだけど、ドラクエ9のね、砂漠の街を思い出すんだよな。もう、当分昔やったから、名前も覚えてないけど。あれなんだよ。なんだっけな。王女が愛してるトカゲが女神の果実食っちゃうところね。何もやりたいね。さあ、着きました。虹色の枝ちょうだいよっていう感じで、まあ訪れたんだよな。まあオープニングもいたこいつだよ。本日は
絶好の好天となりまして、ファレスハイという我が王子の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい。いや違うな、こんなスピーチではいい王様だよな。民衆を楽しませることなどできん。この王様も好きなんだよ。できん。やっぱ結局自分じゃなくて民衆を第一に考えてるのはいい王様だろうな。なんだそなたたちは、今は客の相手をしている暇などない。出直して。ここちょっとあれだけど、聞いたー。父上、ただいま訓練から戻りました。違うベクトルで人気のキャラほらあれじゃね、冬空の帽子じゃね。でこれあれじゃん、秋空の帽子じゃん。キッサルモノ、お前左、お前薬指につけろよ指輪を。ダッサー、お前強気をくじく、どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。よろしい。ちゃんと薬指に指輪つけてるやつがかっこいいぞ。今日も騎士の精神を忘れていないようだなあ、でも王様ってどうなんかな、もう見てわかる結婚されてるから、このしなくていいのかな指輪。ファーレスよ、お前も今年で16歳。ファーレス杯では騎士の国の王子に恥じぬ勇敢な走りを期待しているぞ。お任せください父上、必ずや期待に応えてみせましょう。それではこれにて。あなたはなんだよお前、なんだよおい、えらく筋肉質だなお前体失礼ですが、さぞ剣術も達者で馬術も、いいお名前ですね。ああはい、どうも。何用で我がサマディを訪れたんです。虹色の枝が欲しいんです。こんな筋肉質なんだから、剣術も達者、馬術も達者ねえ、一度喋れば終わりはないみたいな、な大樹の枝、もしやサマディの国宝、七色に輝くねえ王子様ですから口も達者でしょ。もちろん僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を下り左に曲がったところにある僕の部屋に来てください。お待ちしています。はい、はい、仮面ライダーであったな、ホーストの。まあまあまあいいんだけど見たことねえしはい、じゃあ大階段を下って左に行ったファーリスのお部屋にお邪魔しましょうか。ハロー、ファーリス。よいしょ。おお、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。おお、なんだい。思った通りだ。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。なんだそれまあ馬乗ってきたけど。君たち、虹色の枝を求めて来たんだっけ？残念だけど、あれは国宝でね、旅人にあげられるものではないんだよ。だけど、悲しい。僕が父上に掛け合えば、ちょっと嫌なとこ出てるよな。譲ってくれるだろう。王子の嫌なところが出てる。その代わり、僕の頼みを聞いてほしい。はい、何ですか？ここでは誰が話を聞いてるかわからない。今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい？やだ。ちょっと何言ってるの？虹色の枝が手に入るかもしれないのは、めっちゃ可愛いじゃん。断る理由なんてないわ。わかったわかった、はい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 、もちろん問題ありませんわ。サーカスを見ながら王子様とお話できるなんて素敵です。そこまで言うな。よし決まりだ。それじゃあ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。はーい、ということでじゃあ夜に向かいましょうか。あ、間違えた。もう
タマディ王国行こうと思ったのに、ホムラ行っちゃった。ああ、ミスっちゃった、ミスっちゃった。こうか、サマディ城下町と。はい。本当はね、MP 消費すると、特技一文なんだけど、ルーラ。まあ、今作は使わないらしいですよ。はい。ちゅうわけで、ルパス、不運をバネにして、裏社会では名の知れた情報屋になっていると。すごいよな。裏社会。よくわからんけど。よし、じゃあ、休みましょうか、夜まで。よっしゃあ、まあ、ちょうどいいし、ここら辺でセーブしようか。じゃあ次回は、サーカス城に行って、ファーリス王子のお話を聞くところからですね。はい。じゃあまあ、うん、ここら辺で終わりにしようかな。はい。よいしょ。じゃあ、セーブして終わろう。はい。じゃあ、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。